アスカイ屋敷跡に立つ白峰神宮アスカイ家は、藤原北家諸ザネ流の一つである、南馬家の所流である公家、家族。公家としての価格は、ウリン家。家族としての価格は、白尺家。鎌倉時代前期、南馬頼常の子正常に始まる。代々若、家、まりの師範を影を落とした。頼常の父、南馬ライタスクは本庁におけるまり一堂の長友。 称された蹴鞠の名手であったが、孫のアスカイ・マサツネも蹴鞠に火で、アスカイ流の祖となった。鎌倉幕府二大将軍源頼家も蹴鞠を愛好して、マサツネを交遇し、一方でマサツネは、後鳥羽上皇に近似し、藤原定家などと共に、新古今和歌集を先進し、和歌と蹴鞠の師範の家としての基礎を築いた。室町時代には、将軍家蹴鞠道師範を務め、 応仁の乱で一族が大御国や長戸国に移住し、家業を広めた。室町時代には将軍家に近似した正代、正近夫子が家団の中心的家人として活躍した。飛鳥正代は親族古今和歌集の戦者となり、飛鳥正近は和歌、蹴鞠の他に書にも秀で、その書流も蹴鞠と同じく飛鳥流と称される。正近の弟、 アスカイマ・も、歌人としての名声が高く、足利カガ将軍家や若狭守護、武田元信などの有力な武家と深い信仰があった。戦国時代から、江戸時代初期にかけての当主であった、アスカイマ・は、徳川家康から、蹴鞠道家元としての地位を認められた。宮城伊佐夫の子、宮城県は、慶長14年、猪熊事件に連座し、佐渡へ入るされ同地で没したが、 弟の南波宗勝が飛鳥家を相続した。江戸時代の家禄は、おおむね928国であった。幕末の飛鳥正則は、武家転宗を務めたほか、徳川義信に対する将軍宣言の際には、専名士を務めた。明治維新の後、飛鳥正持の時伯尺に劣せられた。また、明治維新に伴い、邸宅は、東京に移転したが、それに伴い、 空き地となった邸宅跡に創建されたのが、ストック上皇を祀った白峰神宮である。アスカイ家が、蹴鞠の師範だったこともあり、境内地に地主者として、蹴鞠の死護神が祀られており、現代は、サッカー、球技全般の神とされている。AB ・小田部雄二二2006、P323、アスカイが両の外村、東電七の子、西園寺にたの二男、日の熊神宮、 国掛神宮宮寺、紀慶春の養子師、桑原忠長の子、大阪天満宮館主、重岡長政の養子師、ありがとうございます。